やたべつよしきち3月27日から1980年11月26日は、日本の声楽家、音楽教育者。現、国立音楽大学の創立者の一人。東京出身、東京高等支配学校附属中学校卒。山田工作に指示、東京音楽学校卒。ハンカペッツォルトに学んだ。同校研究科に入学後。 日本で最初のヨい商談、沢崎クアルテットを結成し、演奏記録もある。1922年ドイツ、フランスに留学。帰国後はオペラ歌手として活躍。新交響楽団のフィデリオやフィガロの結婚に出演した記録がある。1926年私立の音楽学校を設立しようとの30歳代の気営の音楽家たちの仲間に加わり、 東京高等音楽学院の創立メンバーとなる。1930年、東京高等音楽院で内紛が起こり、ヤ田部は、息を上げるためバッハ、ミサロ単調の日本初演を企画し、1931年3月に第1回、バッハ記念大演奏会、同年12月に第2回、バッハ記念演奏会を開催した。その後も、声楽、合唱を指導し、 国立音楽大学の声楽の基礎を作り上げた。東京芸術大学教授、国立音楽大学の教授を歴任。後に国立音楽大学名誉教授、東京芸術大学名誉教授。戦前から外国局の翻訳を手掛け、マルシュナー、シュテンチェン、囚人、小川のほとり、母のあるボルガ、ボルガの船歌メンデルスゾーン、ウグイス、 緑の森よなどの訳史を行っている。戦時中は、第9の日本語版を創出し、バス読書を務め、録音も残している。戦後においても、ハイドン、天地創造、アルカデルト、アベ、マリアなどの日本語版訳史を手掛けている。中には、編曲や指揮を務めているものもある。教育者としても、ヨンヤ、フミコ、原田茂雄、下屋川啓介、大久保昭夫、 栗林義信、長谷川康子、増山道子、岩渕義明、清水邦子、李人栄、八弘和美、上野雅子、内田忠幸、岡田恵子、ロミ、山田などを育成し、多大な実績を残している。国立音楽大学では、矢田部の業績と栄誉を称え、1982年度に矢田部賞を制定。卒業に際して優秀な成績を収めた、 男子学生に授与している。1953年から1954年、全日本合唱連盟関東支部長を務める。筆名は、佐賀イ美子。妻は、歌人の矢田部雅子。息子は、声楽家の鈴木義弘。ありがとうございます。